こんにちは、いちごです。今回は5周年のね、高野菜ガチャ、優勝の高野菜ガチャやっていきたいと思います。で、この優勝のガチャは2020年の12月までに実装されたイベント限定のカードが出るようになってるみたいですね。で、なんか配信がさ、よくわかんないんだよね。あ、この青色のやつが増えてるんだ。なるほどね。そういうことか。じゃ、普通のクリスタルガチャにイベント限定が混ざってるっていうことですね。なるほどなるほど。よし、イベント限定はね、結構ね、サボってるって言い方はおかしいか、ちょっと後回しにしちゃう部分とかもあるんで、これでね、持ってないやつが来たらいいかなっていう感じですかね。はい、じゃあまず10連目やってきます。頼むよ。持ってないの来い。結局1個しか飛ばない。知ってた？俺って君に頼ってもらうのが好きなんだよね。全部が欲しいんだ。よしよし、いい子いい子。持ってないのが出てるね。原則のやつ1枚限とかちょっと覚えてないな。いつなんだろう。いいね、このシュンさん。クリスマス、初期のクリスマスの方のイベントかな。うん、いい感じですね。カグラは手強いかもね。例えるなら、はい、主張の強いチワワとか。じゃあ次は優勝の20連目で、20連目は SSR が確定だ。よし、行きましょう。ぜひとも持ってないやつが来てくれ。手加減する必要はなさそうだな。マキ君？持ってないと思うけどな。持ってたっけ？持ってないよね。あなたを手放すつもりはない。あれ、もしかして。このカナメくんも持ってない。こっち見て、目をそらさないで。ゴーには心から感謝している。ん？このクギョさんはどうだろう、覚えてないな。
あ、持ってるね。やったぜ、マキくん。これは、ペイントじゃないか。これは、あれ、これ、サバゲーの時か。あの、ペイントの、ペイントボールのサバゲーの時かな？多分。かっこいいね、マキくん。で、このカナメくん、覚えてないな。バレンタイン系の時かな？いつだろう、いつの時か覚えてないな。はい。でもいい感じですね。よし。じゃあ最後。最後は、限定、イベント限定の SSR が絶対出るということなんで、回していきましょう。ここなんだけど、おい、あの子の声が聞きたくなってしまった。瀬尾さん、持ってない気がする。はるくん、ほら、あんしてください。うん、来たぜ。これ最近、最近ってか去年ぐらいのイベントであった気がしますね、このせやさん。うわー、かっこいい。いやー、よかった。めっちゃいいじゃん、出来。持ってないやつばっか来てくれましたね。しかも多分、これ、あ、これは限定確定か。ちょっと待ってね。マキくんのあのペイントのやつのカード名なんだっけ？君との時間が長くなるほど。カード名みたい。かつての俺から変わっていく。マキくん、マキくん、これの重厚に狂いはなし、重厚に狂いはなしがイベント限定かどうかを見に行きたい。君との時間がな、あら、あら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 、あとマキくん、あれ？マキくんのやつは関係ないね。イベント限定じゃないか。重厚に狂いはなしはノーマル、ノーマルっていうかイベント限定じゃなかったっすね。あ、そうなんだ。なんだん、イベント限定かと思っちゃったん。野菜の方をちょっと回したい気持ちあるなぁ。今流れいいよね、結構ね。どうしよっかなぁ。しかもこれには天井が搭載されてない。天井システムが搭載されてないのか、この高野菜のガチャには。あー、どうしよっかな。1575に、225、225は何回分？
6回分ぐらいかな。どうしようかな。30連までは OK にしよう。え、ダメかな。今、あ、そっか。今30連やってんだから、あと20連、合計で50連やることにしよう。これでいいのが出れば OK。出なかったら20連までで。いきます。キラキラ。君の見る目が本物だってことを証明してやろう。新藤さん持ってない。お仕事開始ですね。この宮瀬さんも持ってない気がするな。俺からのプレゼントだ。持ってない気がする。めっちゃいい感じなんですけど、やばい。だけどこれはイベントのカードではない。まさか。あれ、なんか2つとも誕生日カード。もしかしてイベントのマークついてないじゃん。いや、まあいいんだけどね。全然新藤さんのこれとか超嬉しい。あ、これ新藤さんのこの間の誕生日カードじゃない。最高。え、なんか流れ来てる気がするんだよね。いっか、二次連まで OK って言ったんだし。もうなんか、すぐね、変わっちゃうね。よし、気球2個。よし、いいね。いいね、いいね。来てるよ。お前に触れたい。なんつって。待ってるー。あ、すみません。ありがとうございます。もう次の行動は読めた。いい度胸だ。かー、ちょっと欲深すぎたな。はい、まあでもさっきめちゃめちゃいい結果だったし、イサギくんも増えたし、いい感じですね。はい、じゃあ優勝合わせて50連分。まあ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 、いい結果だと思います。イベント限定は出てないけどね。あれ、完全に誕生日だよね、どう考えても。今日誕生日カードに見える。何か面白いことあった。後でゆっくり話。新藤さんの誕生日カードは超嬉しいですね。だってないもんね、右上に。多分これ誕生日カードだわ。宮瀬さんのこれも多分誕生日かな。はい、まあこんな感じでいい結果だったと思います。
うん、そうですね。新規カードいっぱい出たんでよかったですね。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。